今日はまだピエロです。まだピエロ。さあ誠にもこのキャラで臆せず向かって結果を残すのがこの男です。ルグレ飛んできて、ルグレ対空シャガダイ様。さあ圧倒的に誠に何もさしてない。ルグレは隠れない。どこはガードして小足大様。マジかよ。てかてか対応力で、ああマジで今の今の様当たってない。やべえな。さあどうなる。ダッシュしたソニー、ダメ分割ゴリゴリ使ってくる。クータクルグレ取るのは結構難しいが、しっかりケアして、中パマギリギリの位置でルグレでくぐる、投げる。あー今狙ったか。怖い。前捨てで誠が何もしない卓上があるんかい。ルグレ体力は誠若干有利だが、とっと前捨ても綺麗にケアして、これは投げて、これは暴れてきた。壊しチェスト成中で体力削りきれ。ファイナルラウンド、誠側のゲージのないうちにそのレミっていうキャラが前に行くべきなのかな、もう全然わかんないしな。これソニック、ソニック空対空潰してディープ、これは反則つながってる。壊しから投げが早い。壊しソニック暴れで追い返し、うわーソニック様いやーマジか。しかしこれ追いついてきたか。お結構リーチ感あるが、そこで辛くさ。これはハイパンチェスト、まだ倒せないのでダブルアップいくが、登るだけ。てかレバー入れるか。よくね、続く。わずかに距離が遠い。壊しチェスト繋がらず、我慢しきってピエロが取り返しでした。めっちゃいい試合やったな。最後すごい距離でしたね。いや激しかったね今ね。さあ大将を茶子残しで、ここはハッピー側中堅タロクシジェンリー。さあ特にね S ランというか、上位者上位プレイヤーの中でもピエロはね、はい、やってなくてもこれ動き変わんないんですよ。うん、久々にやってもね2プレぐらい動かすとすぐ戻るんですよ、ね、強いっす ね, ね。でしかも全員ピエロの動きなんか忘れてるんですよ。半年ぐらい経つとこんな動きするレミいないから向こうはいつも通りやるけどこっちはもう覚えてないってあれずるいんだよな。大足マジで今の相打ち、井戸投げはできているがわずかに遠い。おバックジャンプ出発選択、なるほど。ルグレちょっとずらして EX バスト、絞らせないですね。準備やりづらそうったらないですね。とっとさあでもこの状況になるとねソニック打ちすぎも問題にはなるんですが、その辺のバランスも天下一品ですね。台形から投げ、フォア壊したソニーピッと円柱形だったか。これしゃがみは減る、減りますね。まさか飛んでくる突然の中断、すかし投げ飛んできて、あー読んだかな。とっ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 とかくるかと、あの着信に2発目かくるかと思ったかかりませんでしたが、変なシチュエーションでした。さあファイナルラウンド一分、これは繋がりますね。さあこっからどうする。前して3回、あ、まなるほど
これはもう技によっては、あーあーそのままいったー、うわジャンプ台形ぶっ刺しての安息でした。あの技ワンチャン